はジジババチャンネルの増山です。いつもお世話になっております。今回の干物のリメイクはちょっとパニックになってしまった経験があるので、それを参考にいたしまして作ってみたんですけども、パニックになったということは、数年前にね、ちょっと旅行に出かけて、そこに久留米ガスリのかすりのもんぺがあったんですね。それで私は農家ですので、除草するのに夏は涼しくていいかなと思って、一軒のお店で1枚買ってね、またブラブラ歩きながらもう1枚買っていこうかかなと思って、違ったお店でもう1枚買ったんです。それで全く同じものだと思ってきたんですね、値段も一緒だったので。そして早速うちに来て次の日履いてみたんですね。そしたら後から買った方のお店だったのかな、それを履いたらなんかしゃがみ込んだらね、後ろがピリッとこう破けてしまったんですね。あら、どうしよう、太ってしまったのか、それは分かんないですけども、破けてしまってパニックになったんですね。いや、高い買い物してしまったなと思って。そして次の日また片方のモンプを履いてみたら、それは本当にね、しゃがみ込んでも別に何の支障もなく楽々しゃがみ込むことができたんです。どうしてこんなことあるのかなと思って、不思議に思って、今度は両方を比べてみたんですね。そしたらその町の大きさに違いがあったことに気がつきまして、それを参考にして失敗しないようにと思いまして、今回は自分の体に合った町ってどのぐらいかなと思って、自分が一番履きやすいねスラックスを持ってきて、その町の幅をこう測って、それを参考にして作ってみたものなんです。それでは製品の説明をしたいと思います。今回の製品は、この浴衣たちなんですけど、これなんですね。丈はだいたい60センチですね。だいたい私は普通の洋服は L サイズでだいたい入ってるんですけども、着物地ですのでこんな感じですね。そして今問題になった町がここです。前の町がここで、後ろの町がこんな風なんですね。後ろの方はかなり広いです。じゃあこんなことで、それを注意しながら自分なり の型紙を作ってみたんですけども、それを紹介してみたいと思います。それではこのパンツの型紙を一応紹介したいと思います。いつも洋服作る時もだいたい後ろと前、私同じ型紙で作るんですけども、今回はこの黒い線ね、これが後ろの型紙です。それから赤い線が前のパンツの型紙ですね。だいたい幅は34センチ、あと丈が60センチ、こんなことで仕上げたんですけども、この幅もね、前後が同じあれではラインではないですね。もしここがね、生地の上だと、中心線だとしますと、後ろの方は、この中心線からこちらに来て、幅の一番端に来て5センチ、そして1センチ、5ミリ、6センチ、5ミリ下がったところでこう斜めに線を引いてます。そしてこちらに来て、この5センチ分を長くして取ってあるんですね。でこちらは町の方は後ろはこう来て、後ろの町の方がぐっと来て、ここに来て2センチほど広くなっております。これが一つのポイントですね、後ろ。あと前の方は、この線がまっすぐなんですけども、ここもずっとまっすぐね。ここもほとんどまっすぐなんです。そして町は、前の方はちょっと浅めなんですね、ここ浅め。前の方は別にお尻の膨らみもないから、これで大丈夫なんですね。だから後ろの方はお尻の膨らんだ分があるから、ちょっと広めにないと窮屈感があります。あとちょっとね、洋服だったら前下がりっていうのあるんですけど、後ろの方はかがんだ時に中に入り込む分ね、この1センチ5ミリっていうのをちょっと上に出してあげることで
非常に吐きやすくなります。あとここね、ずっと行ってジョキッとこの辺で切るんではなくて、自然に最後の裾の分まで自然に伸ばします。そうするとね、全体的にゆったりするのでとても吐きやすいです。ちょっと細かくて見えないと思ってこちらにちょっと書いてみたんですけど、前の方は8センチの8センチね、そして対角線上にこう結び引いて、そしてこの直角ラインとこの中心のところね、ここで直角になって、そこから2センチ入ったところから丸みをつけます。あと後ろの方は10センチいって、あと上の方に20センチね、20センチいって対角線を引いて、ここの中心から直角にして3センチ5ミリ、3センチ5ミリのところからカーブを作ってください。たったこれだけの違いなんですけども、やはり後ろと前と同じマチをつけたんではとても窮屈感があって履きにくいです。ですから必ず後ろの方を少し広めにして、あとちょっと上の方ね、高めにしてやるとすごくこう履きやすいものができますので、こういったところに気をつけて作れば、なんかゆったりした本当に軽い涼しいパンツができて嬉しく思っております。あとね、これはね、上の方はベルトね、ベルトっていうかゴムを入れるんですけども、これ9センチ幅ですから倍ね、そしてゴムを2本ぐらい入れるととてもいいと思います。あとギャザーいっぱいつけるよりは、とっても多い時にはここに2つ3つのタックを入れてね、そしてベルトをつけるといいと思います。以上、こんなことに気をつけて作ってもらえれば本当に涼しくてね、履き心地ゆったりの靴感がなくて履きやすいパンツができました。ですから前も後ろもね、着せ替え人形にこう履かせるようなパンツを作ったんではとても私たち人間の丸みのある体には馴染まないので、必ず待ちも後ろと前の違いがあるっていうこと、あとはこの股上ね、これもちょっと差をつけてやることによって非常にこう体に馴染みができて履きやすい、そんな風に思いましたので、たったこれだけのことなんですけども、本当に気をつけてやってみれば履いた時の違いは一目瞭然、あ、なるほどって分かるような気がいたしました。些細なことなんですけども、やはりちょっとした工夫をしたことでね、履きやすくなったり履きにくかったりっていうことがあるんだなっていうことを自分で作って感じましたので、皆さん作るときはぜひこんなことを参考にしていただいて作ってみてもらったらいいと思います。以上です。今日は聞いてもらってありがとうございました。